伝統芸能保存会となります、はい、まずはお近くのモニターで映像をご覧いただきます。したのは早原町上里伝統芸能保存会の、うん、今獅子舞が出てきましたけどね、はい、この後は名方坊の披露になりますが、まずお祭りの様子をご覧いただきました。はい、やっぱねお祭りですよね。あの獅子が出てきましたけども、まあ、いろんなプログラムがあるわけですよ、お祭りにはね。でその中で、まあ、映像では、まあ、獅子でしたけど、爆竹鳴らしたりとかね、うん、やっぱりああいうの神事だなというのを思います。この間那覇祭り、那覇大綱引きっていうのがありましたけども、あそこでもよく爆竹を鳴らすわけですよ。あ、何かというとあれ清めですよ実は。あ、騒いでるわけじゃなくて、はいはい、あの盛り上げるっていう意味ももちろんあるんですけど、爆竹、まあ、あのうちの口では放着鳴らすって言ったりするんですけど、放着鳴らすってことはその場を清めたりするということだったり、魔人、うん、がいたら逃げていくっていう意味もあったりするわけですね、うん、でそのね今回その上里のやつではそのね、獅子が朝早くですか、あれ夜ですかね、始まる前、回って後に、棒術で、さらにこうね、棒もやっぱ清めの意味があって神事の意味があるわけで、力強い、まあ演舞で疫病とか、災害悪霊を払うという意味が、灰原町上里には伝わっているということですね。今回ですねご披露いただく演目ですが、うん、上里の名方坊ということで、うん、上里の名方坊は灰原町の無形民俗文化財にも指定されているそうです、はい、さあこれからねご覧いただきたいと思いますが、うん、ね、はい、これね、名方というのは、名方坊、まあ、舞方と書きますけども、別名、家子の紺と呼んでるようなんですよね。家子というのは、その船を漕ぐ貝のことでして、もともとはそのね、貝を使ってやってたそうなんです。ちょっと考えると、ハエバルって海ないよねって話ですよね。はいはい、確かに。ハエバル海ないはずなのに、家子でこう、宝術を見せていたと。これね、実はね、もともとはですね、上里のこれをね、棒術を作った金城さん、金城、勘太郎さんという方が1904年生まれの方ですね。この方がですね、この方の母方の祖父が玉城の試験場というところから、習い、教わって、これを上里に持ってきたということなんですね。なので、やっぱり海に面したところで、うん、まあ、やっていた棒術から、上里なりにちょっと何て言うんですかね、カスタマイズして六尺棒に変えて、こう今勇ましいオリジナルの棒術に変わっていったものです、なのでこういった勇ましさとかね、部分も要注目でございます。はい、それではご覧いただきましょう。
ハエバル町上里伝統芸能保存会上里の名方棒です。どうぞ。もう一度拍手をお願いいたします。ご覧いただいたのはハエバル町上里伝統芸能保存会上里の名方棒でした。
こうね、なんか人田さんのお話を聞いてから見ると、うん、こうオールでやっぱ書いてるような雰囲気のね、書、はいはい、がありましたね、うん、やっぱそういうところはね、まぶされてて、うん、はい、まあ、六尺棒なんだけど、やっぱ海と関係してる、うん、動きやっぱかっこいいですね、はい、うん、それではですね、出演団体を代表してお二人の方からお話伺っていきます、はい、赤嶺一生さん、そして赤嶺健さんです。お願いします。お願いします。どうぞ拍手でお迎えください。どうぞ前の方にお願いします。ダブル赤嶺さん、あ、文中が一緒文中一緒、どちらが一生さんですか。あ、一生さん、はい、もうちょっと前の方にお願いします ね、もしかして観光でいらしてるってる方、そうですね、夢中ってなんだっていうねあるんですけど、まあ血縁関係なのでね、父方の血族関係なので親戚ですよね。そうですね、はい、夢中、赤嶺夢中、下夢中ってです。下夢中、下原、下原、はい、ヒルミンなんですよ。あ、なるほど、ヒルミン、はいはいはい、ね、単語が分かんないと思いますけどもよそから来たところですよ。もともと上里ではなくて、移ってきた、移り住んできた文中です、はい、ありがとうございます。すごいね、勇ましい、音とともにですね、棒を見せてもらいましたけれども、これ十五夜足火でやるもの。はい、そうです。十五夜足火ではいろいろ他にも演舞があるんですか。棒、はい、以外に前獅子舞ですね、獅子舞、獅子舞が、はい、他にも、あとは、うん、まあ、伝統というのはもうこの獅子舞と棒術、棒術、はい、そうですね、うん、まあ、30年ぐらいになるんですけども、はい、エイサーを、はい、やってるところでございましたね。なるほど、はい、この十五夜足火に出てくる棒と獅子舞、これは出る人をかぶってたりするものなんですかね。そうですね、うん、はい、もう青年会も非常に少なくなってきて、はい、非常に検証に厳しくなっているんですね、うんうん、はい、この中でですね、はい、中止とかなって、あ、非常に検証、まあ、に向けて非常に苦しい現状です。それと、はいはい、この伝統芸能保存会が発足したのが、はい、2か年前なんです、はい、それを閉ざさないように保存会を作ろうと、はいはい、いうことで、結成しました、はい、初代の私が会長ということになっております。じゃあもう、はい、コロナをきっかけに逆に守っていこうじゃないかという機運が高まったと、はい、ね、はい、あとですね、灰原町が、取り組んだ、はい、伝統芸能のですね、祭りをしたんですね、はい、国立劇場の方で初めて、はい、そこで演舞をするために、練習してきたんですね、うん、この場では4名ですけど、はい、心づけ劇場では5名の前方が、参加しました。ステージの大きさに変えて、そうですね、人数も変わるということですね、はい、じゃあその実際ね、演舞をしている方の赤嶺さんに聞きたいんですけども、はいはい、どうでしょうか、首里城は。いや、緊張しました先ほど言ってたんですけど、はい、国立劇場で演舞したって言ってたじゃないですか、はいはい、この時自分間違ってしまいまして、ええ、すっごいトラウマなんですよこれがもう出てくる時もうフラッシュバックしてやばいみたいな。ああ、そうですか。今回は間違えられないなっていう気持ちで挑んでました、ええ、今回どうですか、首里城は。大丈夫ですか。大丈夫でした。ねえ、かっこよかったですもんね。多分ね、バレてないありがとうございます。いえいえ、本当かっこよかったです。ありがとうございます、うん、今演舞しててね、はいはい、今ね、後継者もいろいろ考えてますよってことですか、はい、今演じててどうですか。やっぱりですね、練習は大変なので、うん、どうしても下の世代と言いますか、これたちがなかなかついてこないというか、うん、だけどこの場に立ったらいろんなお客さん見てもらってね、みんなかっこいいと思いましたもんね。なんか僕だけ見てほしいみたいな感覚になるのが、ね、もう出演した時はですよ、はいはい、まあそれに向けてまあ頑張ってるんだなと思ってます、はい、うん、まあ、できるんだったら今度下の世代も引っ張ってきて、まあ、こういう、まあ、島々芸能祭だけではなくていろんなところで祭りやってますので、まあ、そういった外に出れる機会を増やしていけたらな、はい、っていうのは感じています。はい、
この十五夜走りだけじゃなくてね、いろいろとね披露する機会があれば、皆様ね、名方もこうね注目していただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お話はムンチュが一緒だということで、赤嶺一生さんと赤嶺健さんでした。はい、お疲れ様でした。さあ、それではですね、ここで5分間の休憩のお時間を取らせていただきたいと思います。はい。